まあ俺らに黙って影使いの小娘とイチャコラしてたことは置いておくとして、あまり起きたくはありませんけど、せめて護衛に呼んでもらえていれば。っていうかレンさんはともかく、リーシャもいたって言うんなら私だって呼ぶのが筋じゃないの？無茶言うな。もともと夜回りのついでくらいだったからな。あの娘にしても訳ありだとは思ったが、まさかあんな事情があったとは。心配ですよね、ヨルダちゃん。まさかお兄さんがそんなことに。ちゃんとかつけるような殊勝な小娘じゃねえだろうがな。双子のお兄さんも彼だからね。正直今でもちょっと許せないけど。ネメス島でも反応兵器を起爆しようとした、いえすでにしたかもしれない人物たちです。妹さんの方はまだしも、昨夜の話では彼の脅威度評価は上がっていそうですね。異端めいた儀式とやらの背後にいたかもしれんという話だったか。ええ。明らかに DG を模したような陰死邪教の儀式って感じだったわね。とはいえ女神の否定というお題目は言ってなかったみたいだけど。カトル君、レン先輩。ま、断言まではできねえが別物だろう。何よりも匂わなかったからな。関わってた身からすると DG ってのは常に不臭めいた匂いがした。人の奥底に取り付き魂を飲み込むような濃密で据えた匂いがな。そうね。うん、汚れとかほの暗い感情が凝縮されて煮詰まったような。まさにネメス島で私たちが感じた息吹でしたね。うん、ロッジごとに違いはあったが、そうした負の想念は共通していただろう。それが感じられなかったのだな。ええ、あれはまるで側だけを真似たような、どこかうつろなまがいものめいた気がした。うつろなまがいものですか。まああんたの嗅覚だったら結構的を射てるんじゃないの。まがいものといえばあのイクスって子、何かの装置を持ってたそうじゃない。ええ、ステルス状態だったからはっきりと見たわけじゃないけど、確かに少し似ていたわね。それにま、そいつみたいな凝った装飾のフレームじゃなかった気もするが。それでもそのデバイスの力で不可思議な転移を行ったわけですか、あの見えざる謎の鬼と共に。おいおい、どう考えてもやべえことになってるのは間違いねえだろうが。東方系の失踪者も多かったらしいが、そりゃ兵ゆえも本格的に動くだろうよ。なのにキンケイドさん、 CID は何かを把握しながら無視してるんですよね。テロ対策の観点からしても情報機関としてもありえないと思います。そうだね。いくら宇宙計画が佳境に入りつつあるからといって、場合によったらそちらに影響だってあるかもしれないのに。いや、あれはむしろ影響がないのを確信しているみたいな態度だったな。それまでこの異常な事態を完全放置するって腹みたいだな、お前らは。いいえ、大統領とお前は一体何を考えてやがる。国家機密だ。これ以上私の口から言えることはない。そのくらい察しろ、アークライド解決事務所所長。
今の世界は病理にとらわれている。反移民という狭い視野にとらわれる白人も、東方人という伝統に縛られている者も同じ。所詮人が生まれながらにして背負った真から逃れ得ぬ無力な存在だと言えよう。だがそれでも救いは等しく人間に与えられるだろう。現世という偽りの闇を暴き、我らを導くもう一つの夜明けにより。その前に臨時バイトの再登録をお願いしようかな。はあ、お主は。おいおい、久々に現れたかと思ったら。やあ、前にアンダルシアのケーキを手土産に遊びに来た時以来かな。ああ、そんなこともあったね。限定品をちょろまかした代わりに定番メニューを持ってきただけだがな。あの限定はすぐに期間が終了して結局味わえずじまいだったんだが。バンさんが悲しみの息吹を。つうかガチへこみはうぜえからやめろ。まあまあ、あの時のお詫びじゃないけど、バイト代抜きで手伝わせてもらうよ。ちょっと忙しかったんだけど、いろいろ面白いことになってるそうじゃない。ずいぶん耳が早いけど、キンケイトさんあたりから聞いたわけ？イカルガも MK 同様、大統領府からの最終オーダーの最中かと思いましたが。それは否定しないけど、あ、でも私も計画の一部しか知らないよ。うちにしても MK にしても全体像が見えないよう情報を制限する。そのあたりは大統領閣下や CID の手のひらの上なのは変わらないからね。そうみたいだな。うすうす気づいていましたが、そのオーダーも山場の手前でね。今日の午前中くらいは暇ができたんだ。それで昨夜の話を聞いて助太刀を申し出ようと思ったんだけど、彼女に剣の乙女もいない状況なら割と役に立てるんじゃないかな。ちょうど聞いてたみたいね。まあ、あなたなら勘でも当てそうだけど。戦力としてはもちろん願ってもありませんが。どうします？わかった、午前中だけっつうなら後腐れもなさそうだしな。正直妙な兆しが多すぎる。お前の勘の目にも頼りたいところだ。一切承知、そこは任せてよ。そうと決まれば邪魔しちゃったけど、早速 4SPG を片付けに行こうか。こちらも午後と夜に備えて感覚を研ぎ澄ませておきたいからね。っておい、今なんて言った？なんだか知らないけど午後から重要な用事があるみたいだね。うん、まず宇宙計画の要になる。ストップ、聞いたらめんどくせえことになりそうだ。こちらに関係してねえんだったらわざわざ話さなくてもいい。うん、確かにどちらも君たちと直接は関係してないかな。彼とは MK で会ったそうだけど、
今後何らかの縁もありそうだしね。だからこちらも想像がつきそうな背景をちらつかせてんじゃねえ。予報じゃ午前中は降ってるんだったか。そういやシズナ、傘は持ってこなかったのか。事務所に来られた時に服が全然濡れていなかったような。ああ、この程度の小雨だしね、全部避けてきたんだ。突っ込まないわよ。ありがとうございました。ぜひまた来てくださいね。お疲れ様です。探るよ。宇宙グッズはいかがかな。ごゆっくりどうぞ。またいつでもどうぞ。また来てくれよな。マジでやばいぜ、今度の新作。おいしいアイスはいかがですか。ご注文は何でしょうか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。まもなく2番スクリーンを開場いたします。上映マナーをお守りの上、ごゆっくりお楽しみで、次の角度は55度。地獄シーソーの傾きが大きくなってまいりました。
おお、早速文字通りの脱落者が次々と転がり落ちていきます。ジル、あと少しだ、粘れ。そのミラを持ち帰れば俺たちの勝ちも当然だ。分かってる、ここまで来て負けられるか。あと3ゲーム、あと3ゲームで蹴りがつくんだ。うらー、よし、その調子だ。ジル、捕まれ。アダン、どういうつもりだ。妹の手術費を賄うにはこの全額じゃなきゃ足りないんだ。おっと、ここに来てまさかの裏切り。2人の信頼関係は仮初めに過ぎなかったのか。悪いな、一人勝ちさせてもらうぜ。本当にすまない。アダン、まさか最初から覚えてろよ、絶対に絶対に逆転してみせるからな。いや、何を買うんだい。また来てくれよな。こんにちは。どうもです。マジでやばいぜ、今度の新作。まもなく1番スクリーンを開場いたします。チケットをお持ちのお客様は入場口までお越しください。いらっしゃいませ。
中か。おいしいポップコーンはいかさあ行こうか。お伺いしましょう。またお越しください。やあ、裏解決屋の諸君、ご無沙汰しているよ。僕もお久しぶりです。ゴールデンレクイエムの撮影協力ではいろいろと世話になったね。おかげでいい映画を撮ることができた。改めて礼を言わせてもらうよ。ありがとう。何よりの言葉だよ。僕も Z1 グランプリでは反移民テロから命を助けていただいて、あの時は本当にありがとうございました。準チャンピオンは未だに悔しいですけど。うまくいったね。行くとすっか。
よう、見ていくか。叩きな。よう、見ていくか。叩きな。予定の確認じゃ。昨日はお疲れ様でした。ジュディスも一緒に動いてるのね。アニエスたちもお久しぶりって、ゼーマンさんにイカルガの剣聖さんも一緒なんだ。
ええ、この分では同様の集会がどこかで起きてもおかしくありませんね。改めてお久しぶりですね、アーロンにバンさんたちも。聞いているとは思いますが、この件に関してはルーケとリーケが首都方面を担当していまして、昨夜の件も含めてアシェン様たちと情報交換するため参上した次第です。ああ、とある手段を用いて断片めいた手がかりをいくつか入手した。兵ゆえでないとはいえ、お前たちにも対価次第では聞かせてやってもいいが。見に行かねえか。
今度の打ち上げ見に行く予定の確認じゃ。今度のうち予定の確認じゃ。今度の打ち上げ見に行かねえか。そうだな。ふん、そういえば東大、いや、リー・シャン・マオ、少々尋ねたいことがあるが、いいか。ん？ええ、構いませんけど。単刀直入に問おう。あんたに思い人やちぎりを交わした相手がいなければだが、このフェンリー、いやガウランの嫁となる気はないか。なるほど。おっしゃることはわからないでもありませんが、お断りさせていただきます。打ち上げ見に行かねえか。サオ、様はやめてって言ったわよね。あなたはリー家の本流で当主の兄君、私にへりくだる理由なんて何もないじゃない。そうは言われましても、私がルー家に多大な恩があるのは事実ですから。あなたの付き人として過ごした14年も私にとってはかけがえのない日々。
ですからこの部長法者が切り替えられるまでどうかご容赦を。それまでお嬢様に不快な思いをさせてしまうのは申し訳ありませんが。ねえアニエスたち、これってどう思う？わざとやってる？こっちを振り回してるよね？今度の打ち上げ見に行かねえか？向かうとすっか。行きましょう。何か必要か？満足したなら何よりじゃ。景気はどうだい？新鮮だよ、直送だよ。リニューアルしたんだ、見ていきな。どれにすんだ？また待っておるぞい。よう、見ていくか。また来な。何にすんだ？そんじゃあな。いらっしゃいませ。ようこそおいでくださいました。今後ともどうかごひいきに。さあ出発だ。いらっしゃいませ。このデザートがうまいんだよ。ご注文は何かな？ありがとうね。
さーて。私の薬が必要かな。用法用量さえ守れば安全さ。どれにするんだい。まあ、何でも言ってくれよ。予定の確認じゃ。大切にいたします。礼を言うぞ、バン。ありがとう。大事にするね。またよろしくな。行こうか。あ、ツバメたち、そろそろ巣立ちだね。通信がやっぱり地元が一番ね。行くとすっか。サイモンさんたち。さあ来た。さあて。さあ、出発しよう。気はどうだい。どれどれ。行こうか。よし、ここで区切りだな。強敵だ。気をつけろ。肩鳴らしてやるか。勝負だ。勝負だ。勝負だ。
されました。成長できたかな。あ、こんなもんだろ。うん、まだいけるか。これにて終幕ね。年金を確認したわ。さあ、出発せんぞ。居心地が良くて困っちゃうわね。